このコンテンツは音声だけでお送りします。はい、今日の私のハッピーポイントをお話しさせていただきます。今日は学年別総練習がありました。で、今日はつぼみ組さんとバラ組さん、すみれ組さん、あともも組さんまで行いました。で、きく組さんは2月の4日に行うので、あのお客さんとして見ていた側なんですけども、あの次々とこうクラスのお友達が、ね、あのいろんなこう楽しい踊りをたくさん、かわいい踊りとかかっこいい踊りがたくさんこう見ていて、あのすごく刺激を受けたようで、あのお部屋に帰ってからお給食の時間に、あのすみれ組さんすごい衣装かわいかったって言っていたんですね。で、きくさんもあの可愛い衣装、かっこいい衣装着れるよっていう風に言ったら、楽しみ、お腹先生衣装頑張ってって言われまして、頑張るねって言ったので、あの菊組さんのあの期待に応えられるように頑張りたいと思いました。これが私のハッピーポイントです。ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。もしよろしければ動画への高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。